はい、おはようございます。ナベでございます。本日は10月14日月曜日、午前7時です。ご覧の通りね、雨がずっと降り続いてますね。台風19号ですか、影響が、新潟も出ています。ただね、大荒れ、大きな風とか、殴りつけるような雨というような感じではないですね。太平洋側の方でね、台風の進路がありますんで、こちら側はね、日本海側はね、ほとんど、影響がないというか、確かに木々も揺れて、雨も強いですけどもね。今のところはまだ私が、ね、目の当たりしている段階では大きな被害とかはなさそうですけどもね。ただね、今その通ってた橋の下ね、信濃川が流れてるんですけども、この信濃川の河川の増水っていうのがね、怖いですね。だから長雨かなんかが降って、ね、さらに降り続けて、もしくは、お隣の長野とかね、そちらの方でたくさん雨が、群馬とかもそうですけど、降ったりすると、そういった雨がね、その信濃川にも幾分か影響してくるのでね、そうすると下流域にあたるその信濃川っていうの、新潟っていうのは、水害、これの恐れが出てくるということでね、新潟はね、この後からがちょっとね、気をつけなければならないポイントになってくるのかなと。いう気がします。はい。皆さんの地域大丈夫でしょうか。ね、うちのせがれたちもね、今日普通に歩いて登校しますけどもね、ちょっと朝ね、送ってやろうかななんて思ったんですけどもね、そういう、なんていうんですか、こういう中でね、登校する、やっぱり、なんでも親がね、守ってやれば簡単なんでしょうけども。自分でやっぱりね、こういう時にはどう歩くべきかとかね、どう傘を持つべきかとかね、雨具を着るべきかどうかとか、そういったものもね、やっぱり自分の身をもって体験するっていうのもいいのかなと思ったのでね、気をつけてね、投稿してもらいたいななんてね、そんな風に思います。はい。新潟、あいにくの雨というようなね、状況でございました。